丸山信号場は、かつて、群馬県薄井郡松井田町大和座横川に、存在した、日本国有鉄道新越本線の信号場である、東信号場より熊野平駅を経て、矢ヶ崎信号場に至る区間は、かつて国鉄、JR を通じての最急勾配区間である66.7パーミルの勾配区間であり、 1893年4月1日より1963年9月30日まで国鉄唯一のアプト式鉄道にて運行されていた。東信号上は66.7パーミルの勾配区間の起点に位置しており、ダックレールのエントランスが設けられ、横川軽井沢間の電化後には終電用の第三機場が設けられた。また、熊野平駅までの単線区間の 閉塞協会としての役割も担っていた。1963年7月15日に、同区間をより直線的に結ぶ新線が開通し、1966年7月2日に廃止された。横川方が伏線、軽井沢方が単線の伏線四重単形信号場である。軽井沢方面に安全側線を一本備える。また、 横川方面に200パーミルの勾配をつけた非常、自体費用の長さ350メートルの側線を設けていたが、これは昭和初期に撤去されている。校内配線図 A、軽井沢 B、横川丸山変電所の蓄電池室内部、毎年10月末、11月頭の内部公開日に撮影、東信号上の東側には丸山変電所跡がある。 建物が二棟あり、西の軽井沢側が機械室、東の横川側,側が蓄電池室。1912年薄井峠区間の電化時に設置、1963年のアプト式廃止後は、放棄された建物は荒廃していたが、2001年から2002年にかけて修復工事が行われ、ほぼ建築当初の外見に戻された。横川駅そばにある、 薄水峠鉄道文化村の鉄道資料館内に屋根が潰れている状態の丸山変電所が映った空中写真が2020年9月現在掲示されている。2棟とも旧薄水峠鉄道施設の構成物件として1994年に国の重要文化財に指定された。ありがとうございます。